はい、こんにちは、サルウィンです。シャドウファースの実況していきたいと思います。はい、こちらはブーン、あ、なるほど、出てしまう、出てしまう、出てシャドウファース、そこっていつものやつです。13周目です。あ、なんかやっぱりちょっと渋いんすよね、純正ヴァンピールっていうか、純正ヴァンピールもうちょっと可能性を見出してみようかな。まあサディスティックナイトとかは結構強いと思うんだけど、なんか俺、そうだね、実際まだね、カードプール把握してなくて、把握したのはドラゴネスだけなんだよね。まあドラゴネスはあまりにも収穫がなくて絶望したんだけども、まあその辺はちょっとね、仕方ないのかな。仕方ないって言いたくないな。そういうことで見ていこうか、ちょっとヴァンパイアの新しいカードたちを。てかまあ言うてだよね、古いカードも持ってないとこいっぱいあるからね。なんかないかね。ダークサマラって俺持ってなかったんだ。進化したら3ダメージ、ああこういうカードもあったんだねでもいやー、あーでも強いなこれ、進化すると5-5になるんだ、あーすごい。あーこういうカードあったんだね、ド M カードまだあったんだな、全然知らんかった、レアだったんだねあーごめんなさい、なんかサーセン、そっかー、やっぱね、そうね、やっぱね、ダークジェネラルとかをもうちょっと活かしてあげたいわけですよ、実際とかね。まあでもだからサディスティックナイトとか本当にマジでいいカードで、やっぱね、まあ言うて復讐状態になるメリットがね、まあ言うてたら、まあ、重要なんだけどね、ここだけでも本当に。ラウラちゃんとかもね、もっと復讐になれ、復讐状態になりやすいんだったら採用してもいいなと思うしね、ビートダウンの時と、マリアナちゃんとかの枚数もね。てか女の子全然いねえ。てか俺これ見たっけかな、見たのかな見たような気もする。そうなんですよね。てかダメだ、やっぱ高コストばっかりなんですよ、エリニスちゃんとかね。エリニスちゃんもね、まあリーダー焼けるの面白いんだけどね。まあ言うてね、でビーストドミネーターに至ってはもうサディスティック内藤の方がいいんじゃないか疑惑あるからね。まあだからスペック的な話なんよねこれも。だから言うたらマステマって強いんか、そう見たらね。施設を持ってるしな。でブロッディ・ミアリー持ってないんだよね。だからド M カードが増えるのはブロッディ・ミアリーも強いんだけどね。だからまあ一応契約とのコンボ、だからこれはだから一応勝ち筋の一つではあるよね。6点バーンだからね、これ半端ないよね。8コストあれば6点バーン飛ばせるって結構強いよ。だからこれはまあいずれやりたいかもなーってところですね。でここでしょ、ここも複数状態だからね。あこれ、例えばこれはそうか、これ女の子だよね、ディアブリックドレイン。ここスライテのフォロワー1体に4ダメージ、あ除去カードだね。で人的感回復で復讐状態の中で、そうか復讐状態の位置で打てるのか、これはいいカードだよね確かに。これは選択肢に入るな。そうか、こんなカードあったな、なるほどなるほど、勉強になります。でメデューサちゃんは可愛いんだけどね、ちょっと使いどころが難しいね。クイーンヴァンパイアももうちょっとフォレストバットが主軸になるならあり。まあ一応ね、このデッキは入ってるんだけど、ただね、6コスでしかも出したところでそんなに状況が変わるわけではないから、まあ言うて一応ね、その主語を得るから、最悪まあ2枚壁出てっていうのもあるし、まあ他にフォレストバット出てればもうちょっとねっていうチャンスはあるかもしれないから、まあまあなんだけどね。で、このね、どんどん大きくなれるこの人。おぉ。ドエムカードが不足してるならありなのかなっていう。実際ね、硬いし、これに除去打ちますかっていう話も出てくるからね。まあ、打つだろうけどね、5点、最悪、例えば普通に出したターンに5点アタッカーになるわけだからね。まあ、出したターンというか、次のターンからだけど。で、ジャガーノートね、これも確かにド M カードなんだけどって感じだよね。まあ、実際でかいだけだけど、まあ、相手が処理できなかったら勝てるっちゃ勝てるんだよな。こういうカードも使っていくみたいなのもあるのかねって感じだけどね。で、フリアエちゃんね。まあ、いいドロソンにはなるんやけど、重すぎるっていうね。セクシーヴァンパイア。一応フィニッシャーっていうか、そっか。
そっかそっか、一応フィニッシャーじゃフィニッシャーなんだね、このガードもね。なるほどね。一途にぐらい知ってもいいかもしれない。なるほどなるほど。セクシーってわけで、まあ言うてかな。現状ですぐ欲しいっていうカードは、まあそのあれだよね、ディアボリックドレインが一番ある意味現実的な気がするけど。まあいいでしょう。このままいきます。眠い。いやー、やっぱ仕事上がりにとるとね、眠くて寝てますね、バリ寝ますね。頑張っていきますよ。言うてもあと多分ちょっとしか取れないんでね、親フラ的な話なんで、まあ取れる時に取りたい。てか今月はなんとか本当にやりたいんだよね。1万2000ポイントですね。不屈の兵士、私は戦うわ。祖国のため、家族のため、何よりも大切な仲間のために。頑張れ。ロイヤル。退屈させてくれるなよ。ここか。どうぞ覚悟を。おお、引けたな。これも握っとくか。相手敵にさせるし、粛清はやめとこう。てか花園待って、花園もチェンジだろ。ロイヤル相手に花園張るってか、自分もやべえだろ。マジか、やったな俺。やったな、強気だな。強気すぎるだろお前。よろしく頼むよ。強気すぎるやろ。もうでも俺はやるぜ。やるぜやるぜ。いやいい、この強気が逆に功を奏すかもしれない。あとは3コストさえ引ければ上々。私に任せな。上々。日本語でも OK だよ。うわー、3コスト、ほけれよ3コスト。頼むよ。そんな。3コスト、3ターン目になんかアクションくれ。頼む、事故りたくはない、事故りたくはない。仲間ってのはいいもんだ。お呼びですかい。くっ、事故るのだけはダメ。はい、事故った、最悪。退却だ。まあまあまあ、こっからだし、勝てるし、余裕だし、ワードローブレーダー偉いし、強いし。笑えるわ。お帰りなさいませ、ご主人様。とりあえずこのターンで見旗はなかった。いいもの。あー、こういうタイプ。これは女帝暴れるよ、生きてられたらな。俺がそこ重要、俺が生きていられたらな。魔装の鎧素敵でしょ。で、2体処理連動は強い。小手調べだろ。魔装の鎧に取り込んであげる。お前ら、私の一部になりなさい。ち、エロい、あるじゃねえか。エロいぞ、エロすぎる。次誰使う？マステマかサイズでいくか。数でいきたいか。数かな。悪しき者は我が剣で裁く。まあまあ。これで決めます。聖堂騎士団、戦闘準備。この重厚なる盾を見よう。私より美しいなんて。この重厚なる盾を見よう。サイデックか。カズだね、ここはカズ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 でいこう。殺戮ショーの始まりよ。ガンついちゃうわよ。少し本気を出すでしょ。これあるで、あるで。次のターンインプランサーで、そして女帝だ。繋がる繋がる繋がっていく。てかマステマ出すとこね。そしてダークジェネラルもワンチャン復讐状態。てかもうサーペンチャーマー出した時点でもう慣れるからね。これは気持ちいいんじゃないか。ただここで相手の大型、うわー、まあ、お頭の身は私が守るやす。そこはあるよね。まああるよね、あるよね。どう？あー、そうきた。覚悟はいいです。最高の笑顔でお迎えいたしましょう。うわー、きっつい、きっついね。よくもやってくれたな。こらこらみたいなね。本当にこれかな。いや、ここはフラインプランスじゃねえな。我が胸に燃ゆる怒りを力に変えて、脆弱なる者どもめ。お頭、すいません。
噛み殺してあげる。申し訳ありません。さあ、ご主人様、楽しみましょう。ごめんよ。頭。問題は生きてられるかだな。うわ、サディスティックナイト。やべえ。回復してっていうか回復するカード入れてねえかな。これ知らなきゃいいんだけど。知らないでほしい。オッケー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 。さあ、戦場をかけましょう。死なないかな、大丈夫かな俺。笑える死に様だ。ずっと一緒よ。そんな使命っぽいのは嫌い。もう痛いじゃない。脆弱なる者どもめ。フィナーレだ。さあ押し切れるかな。丸飲みにしちゃうんだから噛み殺してあげる。さてと、ここで3点って。あたしに任せな。私の策を信じる。ある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 。これはあるぞ。これ勝てるね。サディスティック内藤降伏します。おっしゃい。まあインプランサーでよかったな、ここね。やったぜ、ブラボーブラボー、おーブラボー退屈しのぎにもならんな。いや退屈しのぎなんてもんじゃなかったぜ。楽しかったよ。うん、お疲れさんでした。バイバーイ。